はいどうも皆さんこんにちは、よしろです。ということでですね、TS 第1弾が来まして、僕ねちょっと我慢できずにですね、もうランキングで絶対に獲得したい選手が、いたので、もうガチャはね引いてしまいました。で結構な珍事件が起きまして、僕今回の狙いが松井和夫選手が一番優先でね欲しい選手だったんですけども、この次に藤浪選手かな。ライオンズのね自チームにして自チームエース来たんですよ、幸子さん。バット当たって幸子おっしゃ来たと思ったら山川、はい、っていうので、まあいろいろありまして今ランキング走っているんですけども、累計じゃないか、30連ですね、藤浪選手。ということで本日はですね、もうランキング走っていたら速攻で育成が終わってしまったんで、この選手ですね、はい、藤浪晋太郎選手を使っていきたいと思います。まあ、藤浪選手ね、これ2年前ぐらいかな、出てきた藤浪選手で、僕今ね、A2 体持ってるんですけど、ちょっとまだね、幻突はさせてません。ボーナスの関係でね、割り振ってるような感じなので、またね、ランキング終われば混ぜて、幻突させますけども、今のところ3700の特訓後というところで使っていきたいと思います。藤浪選手ですね、まあ何よりも、球威っていうところが、まあ高い選手かなっていうところと、球速がね、めちゃめちゃ速いっていうので、ストレート自体もナチュラルにシュートとしてくるっていうのと、ツーシーム、まあ、この組み合わせがねなかなか軸になってくるというか強い組み合わせになってきます。でカットボールも変化量多いのでこの辺もね、強いです。でスラカットで組み合わせたり、フォークもね、落ち幅すごいんでフォーク、ストレート、ツーシームっていう組み合わせと使えるのかなと思っております。で特殊能力の方なんですけども、奪三振はね、僕あまり使わないので優先的には上げない特能かなっていうところなんですけども、剛速球はもちろん上げて欲しいところですが、荒れ玉っていうのはコントロール悪くなっちゃうんで、もう藤浪さんねすでにコントロール D なんで、こっからねコントロール下げちゃうと結構ね配球として苦しくなってくるんで、荒れ玉はね僕はつけないようにしてます。まあランク戦どうなのかなっていうのは皆さん気になるところかと思います。まあ2年前とかまだやってなかった人とか、まあ一体この藤浪さん普通の藤浪さんとどれだけ違うのっていうところも、今回見せていきたいと思います。でもちろんキャッチャーは、森選手にしてあります。大阪桐蔭優勝バッテリー、日本一バッテリーでね行きたいと思います。ということで、ランク戦の方に行きますんで最後まで見ていってください。はい、ということで1試合目行ってみたいと思いますが、高校ね見事勝ち取ることができたんですけども、お相手6割超えの超猛者ということでやっていきましょう。いやー、やっぱ4000の打者にはねちょっとまだスピリッツ優位取れないですね。あーナイスボー、このカットボールがね強いんですよね。でこのねストレートをうまくツーシームと組み合わせないといけないんで、ツーシームがちょっと斜め下に落ちてくるっていうのを工夫して、オッケー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 、いいねいいね、やっぱストレートに合わせてんでしょうね。そうなんでストレートツーシーム、これだったら下に外れるように投げたいんですけど、そうこうやってねコントロールがね悪いとね甘く入ってしまうことがね結構多いんでね、この辺はねやっぱランク戦だと弱いところかなと思います。危ねえ危ねえ危ねえ、あこうやってねそうツーシーム読みされてるとこのストレートがね生きてくるって感じですね。これ意外にいけるんじゃねえか、6割の方だけど、もう一球下に外れていく。いやーちょコントロール頼む、コントロールフォークで揺さぶっていく。オッケー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 、引っ張り警戒ね、おしおしおし、1点だったらいけるぞこれ。どうかね藤浪さん2回も投げさせたい。藤浪さん今どうなんすかね、スプリットとツーシームでストレートが普通のストレートになっちゃってますけど、オッケーイチローさん、オッケーオッケーオッケー、さあ森さん得の出ていく、素晴らしい。おっとピッチャーも変える、もしかして。いや容赦ないですね、こちらこちとら幻突なしの藤浪かと思いきや、そっちは藤川さん、森クオリティ見せてくれ。あーツーシーム強い、いやーそれマジ強い、相棒森友也、あー危ねえ森さん行くよ、よし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 。さあひろみつクオリティ、あもう打ってる、ひろみつクオリティもう見てる、え強ストレート強、そこおっしゃひろみつクオリティありがとうございます。いやーこれいけるぞマジで、負けんぞ藤浪に援護点。
よし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 、このマルちゃん、あ、スプリットか。オッケーオッケーオッケー。あ、これいける、いける。お、バックスオーバース。もうお尻がプリンプリン言ってましたよ。バックスオーバース、いいチームワーク。世界の吉郎軍団。はい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 。なんかストレート投げてきそう、ストレート投げてきそうな感じする。あー、これ詰まってるけど、オッケー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 。赤堀、赤堀さん、回転変わったらしいけど、わからん。もうなんか回転でわかるようになったっつったけど、回転量増えてるから余計わかりにくいんだけど。これもあー、まぐれ、ありがとうございます。あー、ありがとうございました。いや、やっぱモサの方礼儀正しいですね。はい、ということで2試合目になります。2試合目もね、高校なんですけど、モサです。あ、お願いします。モサですね。ランカーなんでだいぶ走られてる方ですね。いやー、怖えー。このカットボールね、振ってほしいんですけどね。もうちょい振ってくんないんですよ、モサの方。よし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 。あー、これね、ストレート狙ってますね。ツーシーム狙ってるのかな。いや、高すぎる。うん、外しすぎや、慎太郎くん。慎太郎くん。いやー、引っ張り警戒も超えていく。また?おー、ナイスボー。いいね、いいね、いいね。ツーシーム、これ中に入れてくれ。いやー、きつい。モサにはちょっときついか、ランク戦。いやー、まずい。また岡本さんも持ってんだ、この人。すげえな。さあ、ストレート、これ、ギリ入ってほしい。あー、いいボール、いいボール、ボール。いいっすね、いいっすね。まあ、やっぱ、ベストピッチ出れば。おー、おー、おー。そう、ベストピッチ出れば、いいボールというか、いいコースいきますね。フォーク。やっぱ、ストレートに見えてんのかな?ツーシームか。高い。あー、岡本強すぎだろ。岡本村上強すぎだろ、新シリーズで。外も持ってんのね。 OK、 これは、いや、取ってあげて、いいだ、取ってあげて。もうバッティング頼むわ。じゃあみんな、分かった分かった。慎太郎もね、その辺は分かったらしい。バッティング頼む、みんな。しんちゃん、あー、ナイスボー、ナイスボー、ナイスボー。結構大胆な配球にした方がいいのかな。いやー、これオッケー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 、いいぞいいぞ、しんちゃん。で、ここで代打が出るから高速球が出てくれることを祈っています。え、出ない。たった一つの特能でさえ、コントロール良くなる特能マジで欲しい、藤波さん。あ、ナイスボー、ナイスボー。いや、うまい。しんちゃん変えんよ、これもう。運ゲーでいこう。お、振ってくれた。オッケー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 。さあ、ノームさんか。ノームさんだったらアウトコースにカットボール。ナイスボール。オッケー。スライダー、これ振って、ワンチャン振ってくんね。ワンチャン。あ、いいボールですね、でも。振ってくんなかったけど。さあ、これもいいコースに行くはず。オッケー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 。いいぞ、いいぞ、いいぞ。4点ですね。コールドナインで2回も投げれることは確定してますが、甲子園優勝投手ですからね、藤波くん。で、この年14勝7敗かな、なんで2桁勝利してるんで、かなりいい投球はしてるんですよ、藤波くん。やっぱりさ、ギータここ一発打ってほしい。スリーボール、取りくるでしょ。 OK、 これでまず1点。いや、いけんじゃね、普通に。もう俺、私立マー君いけっから。ひろみつさん、これ頼むよ。ひろみつさん、ひろみっちゃん。あ、 OKOKOK、 今日濃いの多いな。いい証拠だ、カーソルが合ってる証拠。阪神の先輩としてね、藤波くんに。さっき爆速してたから、爆速して腰疲れてるかもしれんけどね。いけます、ツーシーム。オッケー、バスバスバス。ちょ、あまり大きい声出すとね、隣の人から苦情くるんです。控えめですけど。オッケー、これ超える超える超える。オッケー、一郎さんじゃないか、糸井さんか。さあ、下位打線恐ろしいよ。由伸さんここにいるっていうのはね。オッケー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 。引っ張り警戒がね、
あの、なんか運がついてますね、今日は。さ、森さん、ちょっとそれはきついな。得の出ないのきついんで、大谷さんもね、あの、藤浪さんと、僕とね、あの、同い年の世代なんで、藤浪大谷ってこう、160キロとか、超剛速球高校生コンビみたいな感じで、僕の時はね、かなりね、注目されてました。そのせいか、僕はね、全く注目されてなかった。あー、オッケーオッケーオッケー、糸井さんか。オッケーオッケーオッケー。いや、これ相手かわいそうな。申し訳ない。そうなんでね、鈴木誠也、大谷翔平、藤浪晋太郎、あと西川龍馬。はい。この辺、僕と同じ世代なんで。オッケー、坂本クオリティ。ハヤト。おし、4点差か。あと1点でコールドだけど。おしおしおし、エチロ。フォローするマジかっこいいな。さあ、ギータ決めちゃうのもいいんだけど、ちょっと、慎太郎。ああ、なんか諦めてる感出てきてるけど、この人。ちょっと、それどうしようかな。盗塁させます。はい。いや、投げへんのかい。投げへんのかい。ああ、もう諦めたか。ありがとうございました。はい、ということで、本日は藤浪晋太郎投手をですね、使っていきました。まあ、なかなか猛者と当たったんですけど、一定数やっぱ打ち取れますね。球速が速いっていうので、結構相手は速いタイミングで取ってるんでね、割とストレートツーシームに絞ってるんで、まあ、うまくね、その2種類をどう振らせるかっていう勝負になると思いますが、まあ、またね、大会、どうなるか、まあ、大会で使ってみたらどうなるかっていうのもね、近いうち大会来ると思いますんで、検証していきたいと思います。はい、ということで今回皆さん TS 第1弾、どんな引きだったでしょうか。僕はね今から、松井和さん狙って今2000位ぐらいまでね、頑張ってあげてるんで、皆さんも頑張ってランキング走ってください。ということで今回の動画も高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。